はい、ハロー。ふん。わしょい。で、ここはオッケーだ。オッケーだね。まあちょっと道に出て車両を、なんか意外と想像してたよりさっくりいってるな。うん、本当な。普段ならなんか前、普段バレまくりだから。普段ならもうゲリラしてるところなのに。なんか今回まだ一回もバレてない。中ハは、なんかちょっとやんなかったので上手くなったんじゃねみたいな、ちょっとわけわかんねえ。FPS とは真逆の方が。しばらく日にち置いた方が上手くなる。おお。さあ降りるか。降りるか、いるね。反乱軍偵察結構活躍できるかもこれ。本当な、めっちゃ楽だなそれです。時々気づかないとこから出てくるからね。うん。さて、ドローンは。アルマジロは、アルマジロの狩猟小屋。アルマジロ。あ、偵察今クールダウンだ。あ、もう、全部見つけたんじゃね？あと一人か。あ、全部。オッケー。大体こういうところが、こういうところが意外と見つかりやすいんだよな。本当な、でも結構敵固まってるから一人ずつやっていってもバレそうだな。ちょっと待ってよ。怖いな。おお、うん、そうだね。あー、こっちの二人、あ、そこの二人俺、いや、移動しちゃったな。ちょうど2人重なるとこにいてさ、一気にやれそうだったんだけどな。おっと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 、あ、これワンチャン武器だけ回収してバイバイできるんじゃねみたいな。いやー、ちょっと厳しいと思うな。いや、ところがどっこい。あ、いや、あ、いい、いけるけど1人いるな。倒せ、攻撃開始だ。マジで。武器回収。オッケー。やろう。やばくね。やばいやばいね。ガイツ倒してあいつ。あは。オッケー。まあ、ここで回収すりゃいい。そうそう。ここで彼らとなんか来てる。やり合う必要がない。なんか来てる。よし、車乗れ。これだ。乗れんのこれ。早く早く早く。乗れた。逃げろ。はい、次の目的地、武器開始 OK。 はい、次これ角間が、了解。砂の角間がない。あ、砂の角間が、まあ HTI と合うか分かんないけど、それは分かんないな、やってみないと。あ、ちょっとスピードが速すぎる。1キロ。よし、解除。切り株だらけだよ。切り株。ここちょっと難易度が高いよ。いや、危ない。おう。なんでこれ。ちゃんと切り株ごと切って、ケースコップで。マリオカートでこういうコースありそう。動物の森みたいな。どうこんなギリスーツだから、もう森と一体になってるような感じで。本当な、遠目では分かんないわ。カムフラ率とかはあんまり関係ないんだけど。うん。これ乗り越えれる？ないもんな。あれ？いける？いや、こういう時は C4 完了。砲丸。はい。お。C4 最後。ヘリが近づいてる。お？ああ、このヘリの音またあの輸送だ。輸
ユニダットがうろついてるところで輸送車両を奪うってのはかなり至難の、うん、本当に。さあここだ。待って近くにいない？いるね。あ電波障害、おかしい。あ間違った。おセーフなんで今の HDI バレなかったちょっとあの砂手すり怖いな。ならちょっと待って、全体を一旦偵察してからにしよう。オッケー。でもモヤモヤない？え、ないけど、あっちもっと近く行かないと見えないやつかな。どれどれ、ちょっと発動。あ、いるわ。あれ、あ、いた。いや全然いねえと思ったらいっぱいいるわ。ああやれそうだな、あの森蔵。ほい、オッケー、ナイス。ここも電波障害エリア。そうだね。おーおーおーおおおお、ちょっと待った、スナイパーいる。あっちにもいるんじゃないか。ここにスナイパーがいる。ほいほい。あお、セーフ。危ないな。手すり。そう手すりね。あ一回スナイパーそこにカンとか言ってさ。ターゲット発見。回収すべき目標奥の方か。ちょっと遠い。右から行くか。そうだね。あの重装備はやれそう。おう、ああ一般人。びっくりした。一般人。おお休んでる。おここの石ちょっとうまい。欲しい。250入る。え100だけど。え、ああこれプレイヤーによって違うのかな。な、そういうもんなのか。偵察呼ぼう。オッケー。武器回りすごいな。偵察がちょっと分かりにくいんだよなこれ、範囲が。ん、こんな感じかな。反乱軍にエリアの偵察を要請した。あ全然映ってないもん。うん、いや武器いけそうな気するな。いやーこれ外側に入り口はないんじゃないか。スナイパーだ。オッケー、あれをやろう。その上にいるぞ。お、で電源装置あった、切りに行くわ。あったね。オッケー。あ、ユイだったら隊長がいる。武器取れたわ。何普通に行けちゃった、ね。まあもう嫌がらせでも何でもいい、切っちゃう。んで、あヘリの音。 あと最後の折りたたみストックですけど。あもう最後、もう最後。順調だね。うん、ホントな。あこれか。これね、新エリアにねファストトラベルした方が早いんだけど、その新エリアがレベル5なんだよな。ちょっと待ってマップどれだ。あこれか。そうだね、まあちょっとぐらい。ちょっとぐらい行っちゃおう。そこワープする。オッケー。でちょっと手に入れた武器の確認したいな。オッケー。アンダーバレルに何がつく ?M4A1 は、やっぱりな、音がな。音か。そこだけだな、ちょっと。でも俺今 G2 使ってるけど全然。バレない？あ、じゃあ G2 より全然ダメじゃん。
俺今見てたらあスーパーショーティーでバカでしあ G2 はね、結構、消音性あょ。る。本当だ、これちょっ結構バレづらい。と、なんか違うの使おうかな。M4A1 にサプレッサーつけたらどんぐらいになる？どれだっけ？バレル。違う。ああ、やっぱ G2 が一番音ちっちゃいんだな。ああ、M4A1 かなり静かになるね、これ。ほう。M4A1 つけていくか。M4 のサプか。スコープ。で、グリップの。はい、カスタム OK。じゃあ M4A1 サプレッサーと HDI でいこう。あれ、つけて、OK。あ、サプレッサー、OK。よし。で、ここだな。OK。あ、トリガーでセミオート、バーストに変えたりできるじゃん。できるね。この武器、最後のパーツケースの近くに、サイドミッション、通信機器あるから、もらっちゃおう。ああ、オッケーオッケー。行くぞ。あ、本当だ。どうだろうな。銃弾はやつだけじゃなく、ボリビア国民にも向けられていた。決めつけるにはまだ早い。なんかこういう川渡っていく感じがすごい、なんよかし。ステルス部隊っぽいよね。ステージ舞台。隠確密か部に。隊というか。あ、潜潜っれてるいっじたゃらね、ますます、水草がね、沈んでるようにしかも見えない。森沿いで泳ぐのはすごい辛そうだ。絶対上がったらもう体重てってなるよ。本当や。あーで、ユニだった。もう草じゃなくてワカメになるんじゃない？濡れてるから。よし、あー、囲まれてんね。おお。とりあえず偵察。偵察行こう。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼む。サブマなんかいシンまいち映りが悪いというか本当な。ドローン展開。これみんな中にいる。で、あれが盗むヘリか。ヘリの周り3人。トモト4人。5い人。や、全滅させた方がいいね、これ。そうだね。敵グループを発見。おお、地下。地下。そんなとこにいた。ちょっと待ってね。ここ警報器ライトパネルがあるぞ。ある？ないな。あ、ない。ちょっと待ってでもね。あいつらな。ここどっか鉄線の隙間ないかな。まあ、EMP で開く、自動扉があるけど。った、電源。終わった？これあ、そ EMP ので電切れるもんね。切れるね。OK、じゃあ一回切ってみるね。あ、オッケー。警戒されるから、ちょっと遠く行発動。あ、こっちだ。こう。おお。警戒はされるけど、これで彼らは、増援は呼べない。OK。どっか入れそうなところないか。あ、あ、EMP 正使ったか面のら、入り口かな。EMP 使クっルタたイム。から今クールタイムだ。今足音警戒した、今。違う。正面ドアは開いてる。でもこの人たち警報を使ったところでな、どうせ警戒すれば仲間来るし、ここ正面入り口の他に左側にももう一つ入り口がある。本当だ。走んない方がいいね。壁越しでもちょっと警戒するわ。オッケー。あっちの敵のところまで移動して中に侵入するわ。
オッケー。武器ケースがあるぞ。OK、 1番はやれそうだわ。 OK、 じゃあ 俺こいつやるわ。了解。お、さて反乱軍おおおおおなんか反乱軍あーあー反乱軍？反乱軍ちょっと突っ切ったよ。ああ、おお。あ、まああいつらがやってくれるなら。いや、三人とはちょっと無謀な。あ、一人ダウン。あ、一人死んじゃった。あ、もう一人ダウン。あ。これで誰か出てくればいいんだけどな。ああ、やられた。お？何今の貴様貴様迫撃砲呼んだな。迫撃砲さキャンセルしようと思って罰をしたあれ罰が決定じゃねえかそうだよあれ罰決定普段使わねえから知らんかったしもいやもうこっからまだ警戒状態だからやっちまえ。オッケー。増援はまだ呼ばれちゃいない正面から頼む。そっち。オッケー。正面危ないな。暗がりだからここに紛れて。オッケー。また反乱軍来てね。来てる。あ、見えねえ見えねえ見えないな。ちょっと伏せって移動せよ。そう、サーマル使ったらクソ見えるんじゃねえと思ったけど、そうでもなかったわ。そうでもないんだよ、ところが。武器だけ回収していっちゃいたいけど、ヘリも回収したいから。ああ、全滅狙いか。こっちに回ろう。警戒はしてるけど、増援は呼んでいないな。そうだね。OK、もう一人いた。おう。あと一人。オッケー。おう。オールダウン。回収。よくやった。片付けて先に進もう。これか。これじゃ。ストック。いいな。こいつは使うそうだ。よし。念のために確認。ここはフロルデウォロー。オッケー。回収全部オッケー。おう。で、このパーツは M4A1 につかない。はい。ああ、つかない。つかない。よし、じゃあ、ヘリコプター回収しちゃおう。の前に、物資。物資？ああ、そこか。ん？あれも物資か。あ、違う、弾か。ガソリン。その物資はガソリン？うん、ガソリンか。ん？回収。あ、ヘリか。任せろ。うん、俺が操縦する。ヘリダットじゃん。これ通信機器で。そうだよ、これがヘリダットだよ。通信機器か。ヘリダ。ちょっとな、サムが怖いんだよな。そう、本当な。あの、普通にモヤがなくても突然サム来たりするからな。ユニダットのヘリなのにね、気づくからね、あの人たち。ほんとな。シュッシュッシュッ、着陸お待ち。輸送ヘリを奪って反乱軍に協力する。最高だな。なんかスキルあるかな、今。スキル取れるのも取っちゃおう。ない。弾薬の所持ない。これ取ったら射撃のエリート取れんだけどな。よし、じゃあともかく高難易度フロルデオロクリア。クリア、とりあえずクリア。と思いきや次この右隣リベルタード難易度マックスここ行くぞおお
確かにね、もう下からやると言ったから。うん、はい。もうあと難易度5ってさ、そこぐらいじゃね。そうだね。だから、まあ、あと左上の方にコアニって場所がある。そのコアニだけだな。だからね、南に行けば行くほどもしかしたらきつい感じだったかもしんないけど絶対そうだ、ね、よし、じゃあさっきのリベルタードチャーリー行こう。あ、オッケーオッケー。